こんにちは。今日はね、セガさんの発表会、プレス受け付け、ザ・ワールド・オブ・スリー・キングダム、スリーキングと呼ばれているゲームセンターのゲームですね。これね、すごいセガさん力入れてて、もう私もね、何回かね、見たんですけど、めちゃめちゃ面白そう。で、やっぱゲームセンター今応援しなきゃいけない、私も思ってます。ゲームセンター大好きなんで。なので、今日ね、応援したいと。で、セガさんのね、このスリーキン、私はもうスリーキンを応援していく、応援団長としてね、勝手に今行ってますけどね、まあやっていこうかと思ってます。なのでね、これからね、スリーキンの、発表会行っていきたいと思います。はい、今これがね、スリーキングダムの本体ですね。もうね、なんかメダルゲームみたいなものすごいね、力入ってて、もう筐体がガチ。やっぱね、このぐらいできるっていうのはやっぱゲームセンターのね、強みですよね。家庭用じゃなかなかこれほどのものはできないと思います。ありがとうございます。今日やったやつは、やってみたいと思います。絶対これ神ゲーです。約束された神ゲーを私感じます。はい、坂上めぐみあざなわオタクと、かっこいい。もうこれで天下取れるんじゃないですかね。三国統一ですよ。めぐみさん、初陣でございます。逃げおったな、やつめ。あ、これ面白いね。俊足いったろ。よし、これ背後取った、勝利。武勇伝やばい、メモリアル武勇伝や。これね、面白い。これやっぱね、これほどの規模っていうのはゲーセンじゃないとできませんよ。やっぱり、ね、家庭用ではできないクオリティかなと思います。なので皆さんもゲーセンで見つけたらぜひやってみてください。私これからね、めぐみちゃんの名前がもしかしたら群雄割拠で驚くかもしれないんで、ぜひその際はめぐみちゃんを応援していただけると思います。バイバーイ。